く寝ていようと思っていたのだが、このような祭りごとの夜に赴く者たち、その腕など知れた者に、強者もほどほどに集おうが、興味本位で集まるあまた弱者に埋もろすのよ。権限の力、確かに面白いものだが、それを用いても取るに足らぬ弱者ばかりだ。いささか飽きが来たのも本音というもの。強き相手を探すため戦いで名を売る者ども、安寧なんと言ったか、それらに近づき協力したはいいが、さしたる相手にも出会えぬ。いっそ見切りをつけ、あの連中と拳を交えた方が楽しめそうではある。特にあの男、強欲と呼ばれる者は見どころがある。必ず我が手で葬りたい相手よ。女の方は腹なんと言ったか、あれは残念だが、強大な権限に振り回されすぎる。もっと修練がいる。もう少し様子を見るべきであろうがな。奴らと試合うのは最後の時よ。仕方あるまい。任されていた祭壇の警護もある。月夜の散歩に出かけよう。戦ごとの匂い、こうして目が覚めたのも何か呼び物があるに違いない。我が腕を存分に震えるつわもいるといいのだが。時は満ちた。見せてあげましょう、年季の違いを。ファーストクローズディバイド。進撃だぞ。セカンドクローズリバイド。聞きます、やりますよ。夢が甘い。やりますね。まだまだ。見せてやるぞ。セットブレイクダウン。まだまだ未熟。出直せ。ミナ電気道パーフェクト。勝敗とは、高みへと昇る過程が生み出す副産物。欲するは勝利も敗北も超えたところにある何か。まだ見えぬ未熟ゆえ。覚悟はできた。私の力見せてあげるわ。ファーストクローズディバイド。セカンドクローズディバイド。未熟、狙おうぜ。ミナ、電気道、パーフェクト。
肉体は鍛えるほどに淀みやき器となる。そこを通る権限の力、それはわずかがあればよいのだ。ほう、気配を断ち待ち潜んでの先制攻撃、見事。この俺にここまで気づかせぬとは、それなりに腕は立つようだな。名乗る気はないか、小僧。アサシン、お前にならこれだけで十分だろう。野党の者、アサシンか。残念ながら俺が戦いを望むはヘカトン・ケイルのみ。お前では少々物足りん。あれか、あれは幾千もの修羅場をねじ伏せてきた言葉通りの怪物。俺のようなひな鳥とは比べるべくもない、まごうことなき強者。あれと戦うに足りるものかどうか、まずはこの俺が試してやろう。試合たくばこの僧人を砕いていくのだな。奇襲に失敗した以上は逃げ去るが上策。少しは見どころのある小僧、試されるのであれば仕方あるまい。貴様のムクロをヘカトン・ケイルへの土産としよう。己が武人の器、俺という存在を収め飲めるか否か、ここで測ってみるのだな。あいにく我が肉体にはそれほどに巨大な器は備わっておらん。こと権限と呼ばれる力の扱いでは比類なき最弱であろうよ。なんだと、肉体の鍛錬のみでこの夜の元を渡り歩いているか。面白い。面白かろう。俺もこの上なく面白い。貴様らのような強者が大勢現れ、それらと武を高める場に赴けることだ。ファーストクローズディバイド。だだ、なかなかない。なかなかない。くだらん。見せてやるぞ。やった。もっと本気を見せて。ウィナー小石に伝起動パーフェクト。セカンドクローズディバイド。くだらん。耐えきれるか。それだけ好奇。なかなか大きい。くだ、まだまだよ。かけ、くだらん。未熟、まだまだ未熟。出直せよ。ウィナー電気道。やがて巡り集う微細な力、天と束ねれば岩をも砕く不思議なもの。フォーナン様がお相手だ。覚悟しな。ファーストクローズディバイド。フッ、サイッ、そこだぞ。悪い子にはお仕置きだ。まだまだよ。動く。付き合い。甘い。本気を見せて。ウィナー。なかなか。電気道。セカンドクローズ。ディバイド。フッ。
勝敗とは、高みへと昇る過程が生み出す副産物。欲するは勝利も敗北も超えたところにある何か。まだ見えぬ未熟ゆえ。よし、覚悟なさい。ファーストクローズディバイド。やっちゃった。それで終わり。ギュッと顔だけ。やっと。やっと。それもよくやってやる。やっと。それで終わり。顔だけ。やっと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 。それで終わり。その程度。ウィナー、全起動。セカンドクローズ、リバイド。まだまだ未熟。出直す。ウィナー、全起動。権限。まことに面白い手品だ。驚かされ。驚きはせど、我が肉体には届かぬがな。姉さん、次の獲物が待ち構えているみたいだけれど。コマンド。捨てる命。私にはどこに誰がいるのかさっぱりだけど、あなたが気をつけなさい、白夜。はいはい、それを捨てさせるだなんてとんでもないね、相変わらず。面白いものどもだ。子供の姿が見えたのでな。黙って去ろうかと思ったものだが、この気配、いつぞやの晩期会に属していたもの。セフィー、何と言ったか。あの時うがたれた器はもう平均なのかと聞くまでもない様子か。あら、大体正解。覚えていてくれて嬉しいわ。見かけによらず繊細なのね、縁起度。あなたほどの者がアムネジアに属していたというだけで驚いたものだけれど、あの夜は様々な事件が起きた。忘れるはずもない。何何、何か複雑な過去なのかな、姉さん。使う猿靴は。白夜、あなたは黙っていなさい。はーい、わかりましたよ。して、その器でこの夜へと再び参じた目的は何だ。倒された帰国の王、その復讐か。それだともっともらしいのだけれど、残念ね。単にここを訪れそうな人物を探しているだけ。だからあなたたちの邪魔をする気はない。これで見逃していただけるかしら。そうも行くまい。行かないわよね。
行かないね。面白そうな小娘。いや、面白いのは小僧の方か。手合わせには足らぬ実力と見ていたが、さして強くないであろうその権限、極限まで研ぎ澄ましている様子。今宵いささか退屈であったのだが、子供相手に大人げなかろうが少々遊んでいくといい。異論はあろうか。いいえ、全くない。この機会に社会勉強をさせてもらうわ。僕は反対なんだけどね。この人、権限の力が美味しくなさそうなんだな。あなたの感想は聞いてない。さっさと終わらせてきなさい。はーい、出たよ、シスハラ。そこがいいんだけど、ね。ファーストクローズ、リバイド。あー、危ない。なんだ、カウントレッド。はい、再開と。マジか、まだまだ。カウント、カウント、そのテーマ、ルナ、電気道。セカンドクローズ、リバイド。まだまだ未熟。狙わせる。電気道。武とは修練のつく果てという。お前たちはいかように見ているのかな。権限、このような力を振るうその果て、何が待ち構えるのであろうな。願わくばれたぞ。我に死なぬ覚悟を与えたまえ。ファーストクローズ、リバイド。やるな。ガンガン。クソ。やっ。ガンガン。やっ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 。やあの乗り方。セカンドクローズ、リバイド。シンカツ、クソ、シンカツ、シンカツ、クソ、シンカツ、クソ、そんなにやるな、そんなにやるな、これはどんな俺、クソ、ぬかでやるな、シンカツ、あれ、ハッ、ジャン、ハッ、ぬかつ、そこか、クソ、ついえたけよ、シン、なかなかと、負けるわけにはいかんのだ。まだまだ未熟。出直すよ。ルナ、電気道。やがて巡り集う微細な力、天と束ねれば岩をも砕く不思議なもの。待ち焦がれたぞ。ちょっと通らせてもらえ。この時を。ファーストクローズ、リバイド。やっせ、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 本気を見せてみる。ルナ、電気道。
セカンドクローンリバイド。力だけでも技だけでも道理とは砕けぬもの、共に必要だ。片翼では止める。その風貌、アムネシアの円軌道に違いありませんね。この夜の元を歩き何を企んでいる？答えなさい。答える理由がない。私はリヒトクライスのフィフスイグゼクターオリエ・バラーディア。あなたの企みがパラドクスに加担し深淵の力を狙うことであれば、この場で倒さなければならない。リヒの何と言ったか。幼くも瞳に強き意志宿す娘よ。残念だ、貴様はまだ俺と語るに値せぬ。その目を摘み取るには惜しい。され去れと言われて逃げ帰ることができるはずもないでしょう。私が語るに値しないものであるかどうか試してみなさい。いや、改めて言おう。値せぬ。その強き意志、憎悪に満ちた目を見ればわかること、違うか？誰の血を、誰の首を、誰の生を奪うがために生きているのであろうな。白布に覆われたその濁った瞳の奥に何が潜んでいるのか見てみたいものだ。それには返す言葉もない。確かに私はそのように生きている。しかしそれでもここを引くわけにはいかない。今の私はリヒトクライスのもの。あなたたちの暴挙を止める義務が私にはある。すでに魂は悪鬼にそそのかされている様か。よかろう。散らすには惜しいもの。目覚めの一撃を見舞ってくれよ。命散らすか、曇り晴らすか、それはここまでの貴様の生き様が決めてくれるはずよ。ファーストクローズリバイド。まだまだよ。まだまだ ウィナー、円軌道。セカンドクローズリバイド。まだまだ未熟。出直すよ。ウィナー、円軌道。多くの者が集まるこの夜のもと、力に浮かれた者と拳を交える虚無感に
お前がそのようなたらぬものでなくよかった。いつか再び出会うこともあろう。達者でな。なんだこの狭い入り口は。ここが祭壇だというのか。貧相な作りよ。これでは誰も入れんぞ。まこと、この国の家屋事情の劣悪さは何百年経とうと改善されるな。少々驚いた。素晴らしき来客よ。退屈な警護に苛立ちを感じていたものだが、時にはこのような戯れに興じてみるのも良いものだ。ほう、縁起道か。お主ほどの男とこのような場所で出会うとはな。やはり武人同士の魂は工事の戦を求め惹かれ合うということよ。何よそれ。たっく、暑苦しい者同士で何を話してるんだか。パラドクス、なぜお前が敵と共に行動している？いえね、雑魚の相手するのも飽きてきたし、そろそろ帰ろうかなって思ってたら、そこでこいつと偶然出会っちゃった。その場でやり合うのもなんだかな、祭壇で決着をって連れてきちゃった。野党の大党、剛腕の巨人がいらしてくれるなんて、黙ってかしちゃ失礼ってものでしょ。この荘厳な場で私が直々に特別残忍にとどめを刺してあげる。パラドクスよ、おとなしくそこをどくのだ。強者との戦の優先権は譲る。俺が手を貸す際の名役であることを忘れてはおるまい。その絵を渡すわけにはいかん。あら、これは手厳しい。先に見つけたの私よ。私ってば一応あなたのボスなんだから、その辺は一歩引いて立てなさいよ。なんて言いたいところだけど、分かってると思うけど、いい子で留守番してるあんたのために連れてきてあげたんだから、ヘマして負けて深淵を奪われるような真似しないでよ。貴様の愚かさに感謝しよう。何やら小うるさい小芝居よ。話はついたか。噂に名高いアブネジアの獣よ。お主とはぜひともし合ってみたかったわ。今宵の祭でこうして拳を交える機会を得たこと、嬉しく思うぞ。同じ思いだ。邪魔者もいなくなった。思う存分し合おうぞ。望むところ。我らの戦に言葉はいらぬ。我らの戦に時間はかからぬ。一瞬の拳の交わり、それが全てよ。ファーストクローズディバイド。かわしたか。などブルイファンター。けろ聞いて。などそこだ。ブルイは、これが欲しい。まいれ。などやるではどうしたから行くぞ。やるで、見せてやるぞ。もらった。はい、よっ。まだまだ、うっ。そのみに刻みがこの重圧前に、てらっ。だぞ、うん、受けよ。ここだ。せやうま。その程度か。ウィナー延期だ。なかなかやりは。セカンドクローズディバイド。テラが即死。テラが受け入れ。もっと邪魔せ。トゥフィッ。おい、相手を出さ。壊し潰す。プレス。どうせやるのピッチ。やるではなくなり。まだまだ。味方を。もし、テラが。終わりか。終わりか。やる。テラ。まだ。
勝敗とは、高みへと昇る過程が生み出す副産物。欲するは勝利も敗北も超えたところにある何か。まだ、うん、ここまでか。もはや立ち上がる力も残されておらぬわ。さすがは剛腕の巨人。その歴戦の力しかと受け止め、しかしいささか腑に落ちぬ。お主ほどの男の拳に鈍さ、迷いの念を見た。迷いだと、我が生き様に唯一残っている英語の兄弟、その末を見届けられぬ未練がこの拳を鈍らせたか。しかしこの部の魂に悔いなどない。殺せがよい。なぜとどめを刺さぬ。無人に生き恥をさらせというのか。お主が生き続けることに恥ずべきことなど一つもない。素晴らしき武の誇り、このまま死すには惜しいもの。いつか再びこの夜の下で会おう。良いのか。わしを生かしておけばお前たちにとって必ず災いとなるぞ。構わん。もともとこの組織にもあの女にも恩義などない。強き者と出会う機会を得るため共に行動していただけのこと。お主とて戦うに値せぬ者になれ果てたのなら、その時は躊躇なく息の根を止める。それだけのことだ。幾百の歳月を経て再び命を借りることになったか。この借りは必ず返そうぞ。望むところよ。それが武人として最高の例だ。こたびの夜も終わり、我が任務終了。剛腕の巨人、噂にたがわぬ素晴らしい相手であった。あやつの言っていた英語の兄弟、紛れもなくクオ、そしてヤトの姫リンネのことである。最強たる権限の器とされる英語のクオ、間違いなく巨人はそれへの道しるべとなる。強者との出会いが次の強者へとつながる。素晴らしい権限の力か。うさんくさい手品だと思っていたが、人として敵と感じる者がいなくなっていた退屈な日々、このような新たな戦の機会を与えてくれたこの力には感謝をしている。全ての事象は巡り、やがて一点に集うよ。権限の力を持つ我らも今は巡ろうと、いつかは出会い重なる運命。このような
な場所にとどまり淀むは要策にあらず、潮時であろう、アムネジア、短い間だったが世話になった。次は敵として出会おう。貴様らとの本気の試合、楽しんでならぬぞ。駆け岸から手にするまで。